4月29日、清原のもとへかつての盟友が駆けつけた。じゃあ、たぶんな。復帰を目指す清原のために桑田が打撃投手を買って出たのだ。計31球の打撃練習。その後、清原が勝負を挑んだ。最後の KK 対決。清原和博、41歳、桑田真澄、40歳。二人は勝負を楽しんでいた。そしてラスト一球。PL 学園で二人が出会ってからもう25年、運命が二人の仲を引き裂いたこともあった。しかし今、桑田は溢れる涙をこらえられないでいた。高校1年生の時ね、彼と知り合ってなかったらもうおそらく早くに諦めたと思うんですよね。ですから今までのね、感謝の気持ちを込めて今日投げさせてもらったんですよね。これで桑田に背中を押してもらったなっていう感じで、もう怖いものなく、もう体がボロボロでも心の部分でね、その相手ピッチャーと対決していきたいなと思います。そしてついに清原の一軍復帰が発表された。